ございます。おはようございます。やばい、ベトナム2日目です。昨日はちょっとポンコツ食べすぎて泣き疲れたので、マジで一瞬寝れたし、アラーム聞こえたかな。行くよ。12時ぐらいにはお部屋出なきゃ。せーの、じゃん。大丈夫だ、よかった。痛い痛い。現在の時刻は11時3分起きるの遅すぎだろうって感じなんですけれども、まあ、12時にお部屋を出て、あの1時に空港に行かないといけないんですね。ホーチミンの、現在あのベトナムのホーチミンにいるんですけれども、ホーチミンの空港に行かないといけないんですね。ちょっとある理由があって、前回の動画見てくださってる方は分かると思うんですけれども、あのある方をお迎えに上がらせていただくので、私は今から1時に行かないといけないから、とりあえず準備します。後で説明するね。あいまいみまいみーです。はい、私は今ベトナムのホーチミンにいます。イエーイ。はい、ということでですね、皆さん聞いてください。私は現在ホーチミンの空港タンソンニャット国際空港にいるんですけれども、あの私今から別に飛行機に乗るわけじゃないんですね。で、朝も言ったんですけれども、今からあるお方をお迎えに上がるためにわざわざ空港に来なくていいのに、あの空港にやってきたって感じなんですけど、前回の動画皆さん見てくれましたか？前回の動画の最後でパックかけるビールってするときにママに、その時にちょっと電話かけて撮影しながらって言われて電話をかけたら、なんと、あ、もしもし兄ちゃん、私明日からホーチミン行くから親子旅しようねみたいな感じで、あの急に行ってきまして、あの本当にぶっ飛んだ母親がで本当に来るらしくて、であの空港に明日の1時に迎えに来てねって言われたので、あの現在の時刻ちゃんと遅れずに、見て、ミーがさ、ちゃんと1時2分に着いてるんだよ。偉すぎない？本当に。でママがもうちょっとで到着してここのゲートから出てくるみたいなので、今日からママと2人で親子旅になります。皆さん、なんか全然1人旅を最後までする予定だったから、あの今日とかも企画を考えていて、まあその今日の企画はタイトルにもあると思うんですけれども、世界一物価の安いベトナムで1万円企画をしていきたいと思います。本当に多分、あ、ソーリー、物価がマジで世界一安いので、1万円を使い切ることがマジであの苦難なことなんですね。困難なの、多分使い切れるかどうか分かんないんですね。どんなに豪遊しても1万円使い切れるのみたいな感じなので、その企画をずっとやってみたかったから、今日はご褒美企画です。ちょっと1万円で何をするのか、まあ暴飲暴食することは決まってるんですけれども、ママも私もお酒が大好きなので、あの爆飲み、そしてあのベトナム観光をねしていきたいと思います。それではちょっとあのお母様をお出迎えするということで、ずっとカメラを回してね、ママがここから出てくるところを映していきたいと思います。多分こっから出てくるのかな。見て、空港にぎわいすぎてやばいんだけど。なんかね、さっきね、バラをね100本ぐらい持ったベトナムの方がいらっしゃって、多分ここから彼女が出てくるのかな。ずっとそわそわしながらね行ったり来たりしてて、あの花束を持ちながら、超可愛かったんだよね。それでは私のぶっ飛んだ母親は本当に来るんでしょうか。ちょっとまだよくわからないけれども、私たちの親子珍道中旅始まります。来るかな本当にあの人びっくりしたんだけど本当に昨日、そんな母親いるんだって。明日からホーチミン行くから明日から親子旅しようねとか言ってさ、汗ぶっ飛びすぎて、身よりぶっ飛んでる本当にあの人。それではママを待ちますそれではちょっと小細工なんかしちゃってお出迎えするので、あの藤原さんここですみたいな、あのプラカードみんな持ってるじゃん、これで撮影していきたいと思います。ママいるかな。え、ママどっから来んの、マジで本当にウケんだけど。え、ちょっと待って、いつ来るんだろう。あ、多分そろそろ来るよ、マジでそろそろ来る。あ、ちょっと待って、スーツケース、スーツケースこれだけよ。え、それだけ？なんかないよ、私バイオのロンちゃんよ。ねえ、ロンちゃん、ちょっと待って、この人本当に来たんだけど。ねえ、わ、ユーチューバーがいる、あそこに結構長旅だったわ、私。あ、長旅だったの？それではちょっとお母さん、ちゃんとあの出てきて。お母さん、お母さん、お母さんもちゃんと出てきて。じゃあ、出てくね。はい。あー、よかった、無事に会えてよかった、ね、いいね、ベトナム集合って。え、本当にウケるんだけど、マジで嘘でしょ、本当にこの母親、この母親やばいじゃあそっち行くわ、うん、こっち来て、こっちねえ、何、本当に来たんだけど、この人マジでやばすぎる。言ったじゃん、打ち合わせしようよ、打ち合わせ言ったじゃん、だからパ
ック&かけるピールの時に、あ、パック&じゃない、パックかけるピールの時に電話してねって言ったじゃん昨日ね。事前でしょ、事前。事前だけど、事前が直前すぎる、本当に。もうちょっと決めた時にさ、言ってくれたらよかったのに。だって今日ホテル泊まるのもさ、一人で予約してるから二人に変更しないといけないし。二人だから変更してね。今日一緒に寝よ。一緒に寝るけど。ホテルのエントランスの人にも言わなきゃ、うん、お願いします。やばいんだけど、本当に。明後日まで言おうかなと思ってるから、まだ飛行機取らないで、明後日までいいの、うんうんうん、飛行機取らないでいいの、ね、うんうん、まだいいわ、まだ取ってないんだけど、全然、うんうんうん、明後日ぐらいまでいる予定。でやばいんだけど、本当に一人旅から急に親子旅になったんだけど、みんなよろしくね、本当に。お願いします。てか荷物少なくないでしょ。だって私ママ LCC できたからすごいでしょ。荷物制限があるわけ、重量の。だから7キロとか、なんかあのちょっと荷物制限があるのよ。え、だからスーツケースなしで来たの？なしよ、なし。愛用のロンシャンで来ました。そうでしょ。もう長旅だったわよ、もう。長旅だったんだ。長旅だったわ、もう。なんか暑いね。暑い暑い、脱がないと。日本はちょっとまだね、ちょっとなんか肌寒いのよ。そう、脱ごうかな。そう、脱げな脱げな。もうこれギリギリの格好よ。ギリギリの格好できたんだから。え、じゃあ今日は何のおもてなししてくれるのかしら。別におもてなしをしようとか思ってないんだけど。誕生日旅だもん。あ、誕生日旅。そうか、そうか、そうか、そうか。3月9日にね、誕生日だったから、あの勝手に誕生日旅行とか言って、勝手にあのベトナムまで娘のところまで飛んできた親です。あ、ちなみに航空券はいくらだったんですか？1万6000円です。1万6000円。すごくない？すごいね。すごいでしょ。東京から岡山の新幹線より安いと。そう。すごいんだけど。ちゃんと飛行機自分で取ってきたんだ。もちろんよ。もちろん課金なしで。あ、課金なしで。課金なしで来ました。あ、まあそれでは、まあ今日は別に、まあ、おもてなしっていうか、あ、でも、すごい楽しみ。私も楽しみなんだけど。ベトナム料理とか美味しいじゃん。確かにね。でも今日ご褒美企画だったからちょうどよかったかもしれない。本当に？今日はなんと、それでは企画発表します。何？世界一物価の安いベトナムで1万円企画です。拍手長い、拍手長い、拍手長い。ほんと、ほんと。そう、本当に安すぎて物価がね、うんうん、世界一安いからね。だからそんなところで1万円使うのは結構酷なことなの。なんなら、え、1万円企画めっちゃ豪遊できるじゃんって感じだけど、使うのに結構必死になっちゃうと思うから、まあ、逆に過酷旅みたいな、何に使おうみたいな感じなので。ママなんかリゾートドレス買ってもらおうかな。あ、どうぞどうぞ。あとね、そのママね、スニーカーできたから、なんかサンダルが欲しい。わかったわかった。サンダルも持ってこれなかったのよ。荷物制限があるからね。そうそう、わかりました。それでは親子二人旅よろしくね。ちょっと暑いわ。うん、さ、暑い暑い。そんな学校絶対暑いよ。脱ぎなよ。本当にやばいんだけど、この人マジで来たよ、みーの親。せーの、それでは私たちの1万円企画スタート。本日のホテルはオーロラサービスドアパートメントです。ここ評価もめちゃめちゃ良かった。はい、ということでですね、一旦ホテルに到着しました。ちょっとママがね、めちゃめちゃ荷物は少ないですけれども、さすがにね、その荷物を持って一日中観光をしてベトナム旅行を楽しむのはちょっとかわいそうだなと思ったので、あのさっき私ホテル出たばかりなんですけれども、ホテルに戻ってきました。まあここのホテルはね、さっきエントランスでママも泊まるから2人でって言ったら、あ、どうぞみたいな感じで、あの2人でちゃんとチェックインしたので入っていきたいと思います。楽しみ。楽しみでしょ。もう昨日泊まっててちょっと散らかってるかもしれないんだけど、待って、清掃入ってる。入ってる、よかった。入ってる、清掃入ってるわ。綺麗じゃん。すごい綺麗だよね。すごい、何これ。すごい、あ、すごい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 、ね、ここキッチンもあるから、キッチンも。それでは前回の動画でもルームツアーしたんですけれども、まあ、ここにね、連泊するんだよね、ママね。するよ。何日までいるのかちょっと分かってないんだけど、あさってぐらいまでいるんだね。3日後までいるんだ、うん。それでは本日の親子で2人で泊まるルームツアースターティン。ちょっと部屋変えるって言われたんだけど、ちょっとめんどくさくても同じ部屋にしました。十分広くない？十分広いよね。まあ、ベッド1つだけど。あ、じゃあ今日一緒にやるね。ベッド別々が良かった。今日一緒にやる。ドア開けてすぐ右側にじゃじゃーん、洗面台があります。サミーが今日の朝ね、いろいろメイクとかして、あの、散らかってるんですけれども、ちゃんとここで大きい鏡があるから、メイクをするには最高でした。で、まあ、バスタブもあっちゃったりして、まあ、一回も使ってないんですけれども、で、こちらにシャワールームもあって、で、もうメインのルームがこちらです。いきますね。せーの。あ、ちょっと待って、大丈夫かな？映っちゃいけないもの映ってないから大丈夫？スーツケースは開きっぱなしなの、初めて映しちゃった。それではメインのルームがこちらです。じゃん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 じゃーん。
ベッドドーン。そして編集できそうな机と椅子編集してました。そして向こうにも机と椅子がある。あ、じゃあママはなんかあそこでできるね。じゃあママあそこ通過を、うん、で絶対見ないテレビとこちらにあのママと二人で寝るベッドがあります。ちょっとママ絶対ここの線からさ入ってこないでね。大丈夫かな。空中はあるよね。空中はありってどういうこと。で外の景色はこんな感じです。でここの一泊のお値段なんですけれども、ママ一泊いくらだと思う。結構広いしね。その言い方はそう、でも結構広いよ、うん、1万円ぐらい。一泊6000円です。そう、最高だよね、本当に。すごいね、6000なの。じゃあ2人で。そう、2人でも6000円。海外はね、1人でも2人でも1部屋で計算するので。それいいよね。そう、2人だったらね、1人3000円になるから。毎回ね、海外だと1人だったらね、ちょっと結構そうだね、損してる感じがする。そうだね。それでは外に繰り出します。荷物も私大丈夫だよね。もう楽しみ。よしですか。楽しみます。お腹すいて、ご飯食べよう。はい、ということでですね、ホテルからタクシーで5分ぐらいかけてベンタイン市場というところにやってきました。で早速あのタクシーだったんですけれども、ベトナム本当に安くて、今タクシー6、7分ぐらい乗ったんですけれども、48,880ドンだったんですね。でそれを日本円に計算すると299円です。やばくない。初乗りでもう日本を下回ってるんだけど。で今回は1万円企画ということで、この日本円1万円をドンにするとじゃ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 ん、めちゃめちゃお金持ちになった気分なんだけど、こちらはだいたい1,618,200ドンなんですけれども、まあ、これをね日本円にすると、まあ、9,700円ぐらいになっちゃうから、まあ、ちょっとだけね300円ぐらいは損してるけど、こちらで1万円企画をしていきたいと思います。お金持ちになった気分よ。そんなにねあのじゃあ現金をピラピラさせたらダメだから、ちょっとママにこれはね預けておきたいと思います。計算もママよろしくお願いします。ちょっと私あのこう見えて計算苦手なので、計算もよろしくお願いします。こう見えて、あ、そう、こう見えて、こう見えて。ね、なんでそんなぐちゃぐちゃにするの。で、あのとりあえずタクシー代300円ね。それでは市場見てください。じゃじゃーん、こちらがベンタイン市場なんですけれども、ここの中は何でもあってホーチミンの台所、冷蔵庫って言われてるところです。ここは結構ぼったくりだけ注意しないといけなくて。あ、いいね。とりあえずお腹空いてるからご飯を食べたいと思います。はーい。かわいいね。かわいいね、ありがとう。時計売ってんだ。ジップマイフレンド。ジップマイフレンド、安いって。時計も売っちゃったりしてるんだ。あ、ベトナムあるある、偽物のブランドが売ってます。ママさ、偽物とさ本物分かんなくない。全然分かんない、ママ全然分かんない。え、みもね全然分かんないんだよね。全然分かんない。全然分かんないよね。で、まあ、今回はちょっと思いがけないママが合流してしまったので、ママと2人で1万円企画をすると、あの1人5000円になっちゃって、それはちょっとなんか合流できないんじゃないかっていうことになってしまうので、だってあの世界一物価の安いベトナムで1万円で旅したら合流できる説っていう説をね今回検証してるんですよ。だからママと2人分を出してしまうとちょっと合流できる説が、あの2人分になってしまうので、今回はミーが食べたもの、ミーが買ったものだけを計算して1万円引っ越していきたいと思います。うん、ママと別料金でよろしくお願いします。すいません。美味しそう。ママこういうの好き、ね、ママこういうの大好きだよね。こういうの好き、よくわからないさ、なんか食べ物とかあるけど、ね、美味しそうだね。美味しそう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。日本語上手。すごい、ママベトナムコーヒー飲みたいんで。あれね、どうやって入れるのかわかんないんだよね、ママね。豆買ってもわかんないもんね、作り方がね。めっちゃコーヒーの香りがする。まあ、私はこう見えてコーヒーはちょっと苦手です。苦いので。すごい、いろんなものが売ってて、確かにめちゃめちゃぼったくられそうだから、買うときはちょっと値切り頑張ろうね。頑張ろうね。値切り頑張ろうね。頑張ろうね。やばい、コーヒーの香りがめちゃめちゃいいけど、やっぱ飲めないな、コーヒー。見て見て、これとかさ、持ってたらさ、全然わかんなくない。全然わからない。全然とか見えしないこれ、うん、ねん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 。ちょっとちょっとお店の人がびっくりしてるから。あ、お店の人がびっくりしてる。わかんないよね、本当に。いきなり振り回して。あ、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。やめてよ、もう。待って、やばい、ママお腹空いたからさ、一旦フォー食べない。ここのカウンター席結構良くない。フルーツも食べよう。じゃあちょっとここでご飯食べます。ここのフォー結構有名らしい、美味しいらしい。ミスミン、フレッシュスプリングロール。イエー、フレッシュ。イエー、フレッシュスプリングロール。あー、イエー、アイハゲコーヒー。コービッドビーフ。ワンビーフ。イエー、ドゥハバビア。サイゴンビア、サイゴビア。サイゴンビア。
too. Thank you. あ、最後ビアアンアナザービア。最後ビア。最後ビアアンの最後ビア。イエーイ。ちょっとさ、ここさ、扇風機かかったんだけどさ、扇風機が熱風すぎて、あの扇風機が当たらない方が涼しいんだけど、これやばくない？本当。髪の毛が乱れるわ。ママ直撃なんだけど。ママ直撃して。だから耳になってるよ。気分が悪いな。気分が悪いらしいな。あ、Thank you。ちょっと2人いるとさ、あのビールの飲み比べができるから最高。あ、そうね、そうね、そうね。隣の人近いな。じゃあ、あなたがそっちに寄ってるだけよ。あ、めっちゃ美味しそう。ヒューヒュー。めっちゃ美味しそう。ママこういうの大好き。大好き大好き。あ、ありがとう。Thank you。この生春巻きはいくらだ？冷え冷え、お母様、ベトナム旅楽しみましょう。はい、ありがとう。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、乾杯。海外さ、親子2人旅初めてだ。初めてだよね。2人は初めてかも、ね、今までね、国内旅はみんなにね、お届けしたことあるんですけど、お母様と。美味しい美味しい、うまい。美味しい。お菓子を交換。うますぎる。味比べだ。比べると味が全然違うね。違うね。熱い。そしてじゃじゃーん、フォーも頼みました。美味しそう。フォーのビーフにしたよ、みえは。熱い。それではちょっと手でいただきたいと思います。なんて美味しそうなんだけど、本当に。いただきます。辛くないかな。待って、やばい、美味しすぎる。欲しい。タレが美味しそう。いただきます。さらに巻いていただきます。美味しそう。名前生き返る。マジで美味しい。美味しい。それではちょっとフォーをいただきます。やばい、美味しそう。フォー久しぶりに食べるかも。熱いところでさ、熱々のもの食べるのめっちゃ良くない？汗かきながら。やばい、激うまなんだけど。激うま。ビール最高だね。今回の旅でビール何リットル飲む？何リットル飲む、私たち。あー、うまっ。ちょっとさ、聞いてくれる？何なんか思い出してもらっちゃうんだけど、うん、私の飛行機の中で、私の席の前の席の男の人がいたんだけど、さっきの飛行機。そう、行きの飛行機ね。40代ぐらいだったかな、なんかで、隣の人はまた別の、女性旅の2人だったわけよ、で、まあなんかそこでなんか隣同士だから2人、喋ってるわけ、3人で、女性2人と男性1人が喋ってるわけで、まあその男の人はなんかしょっちゅうなんかベトナムに行ってるみたいで、まあなんかどうやら聞いてると、なんかこう、なんか彼女がいるらしくって。ベトナムにまあそれで、まあちょっとなんか自慢しながら、ちょっと大きめの声で、まあちょっと関西人だったからかわかんないけど、ちょっと大きめの声で、まあ彼女いるやんかーみたいな感じ。まあなんか月に1回ぐらいは行ってるらしくって。ねえ、彼女なりにベトナムに。まあでもなんか彼は、まあ、ほぼ別居はしてるんだけど、なんかまだ離婚は成立してないみたいで、まあいろいろあるやんかーみたいな感じで、いろいろありすぎるぞ、それは。で、まあ隣の女の人たちも、まあいろいろありますよねーとか言って何がいろいろあるのかなってママ後ろで聞いてたんだけど、ね、面白いでしょ。面白い。すごいね。あとなんか浮かれポンチのあの団体とかもいてね、楽しそうだったよ。浮かれポンチじゃないのかな。そんな中ママ頑張って。一人じゃあ、そのベトナムに彼女がいる男の人はまだ離婚はしてないけど、ベトナムにラブラブな彼女がいるってこと？そう、月に1回来てるんだって。月に1回来てるんだ。みーもマモもさ、一人で飛行機乗ったりするとさ、結構周りの人の話を盗み聞くの好きだよね。いやー、面白いよね。みーもいつも来ちゃうで。どうも、ベトナム料理食べたかったんですよ。美味しい、めっちゃ美味しいし、なんかこういうのが嬉しい。ママこういう草大好きだもんね。草って言わない
かになるけど。それでは2人で16万ドンだったらね、20万ドンを払います。16万ドンは日本円で言うと980円ぐらいなので、2人で980円だから、マミが食べたのを丸肉して500円ぐらいかな、500円ぐらい。 Thank you very much。 お腹いっぱいで、ミルクのみで最高。ごちそうさまでした。美味しかったね。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。汗かきながら食べた方がうますぎた。ということでですね、ここで本日の藤原のみーの豆知識なんですけれども、皆さん耳をかっぽじまくって聞いてくださいね。ママもかっぽじって聞いてくださいね。ベトナムの豆知識なんですけれども、ベトナムの人口はなんと約1億人いるんですね。で、ホーチミンには900万人で、首都ハノイには850万人います。で、通貨はドンで、ドンの計算方法は6をかけて0を4つ消すっていう感じの計算方法なので、ちょっと難しいからこんな感じでアプリを入れて毎回計算しています。で、言語はベトナム語で、こんにちははシンチャオっていうらしい。ママ覚えてね。シンチャオシンチャオシンチャオ。ありがとうはカムーンカムーン。オッケー。シンチャオカムーン。シンチャオカムーン。プリルセイシンチャオカムーン。シンチャオカムーン。で、ベトナムと日本との関係なんですけれども、 ODA 政府開発援助によっていろんなものが作られているらしくて、メトロとかトンネル、あとは空港など、特にメトロはもうじき開通らしくて。あ、ベトナムコーヒーね。ありがとう。あれ、みんなさ、あんた可愛い可愛いだからお土産買えって言ってくるんだけど、そんな可愛いの無駄遣いしたらダメよ。で、まあ、特にメトロはもうじき開通するらしくて、今試運転をしている途中らしい。日本がそんなことをしてるんだね。で、バイクの保持率が世界2位で、1位はタイらしい。で、ベトナムでは 86% の方がバイクを持ってるらしくて、バイクがすごすぎてさ、みーたちもさ、横断歩道渡るのにさ、待ってたら一向に渡れないから、もう自分から行くしかないのだから、結構バイクに引かれないようにね、気をつけないといけないから、ママ気をつけようね。で、ホンダが 79.3%、 ヤマハが 18.9%、 スズキが 0.4% で、日本製がめちゃめちゃ多いらしい。あ、ベトナムコーヒーね。すごい、みんな日本語喋れるんだ。日本人の観光客が多いからかな。で、ちなみにベトナムの平均月収は6万円らしくて、で、1954年まで100年ぐらいフランスの植民地だったらしいです。っていう歴史とかもね、皆さんに豆知識としてお届けしていきたいと思います。やばい、ちょっとママ親父ギャグ思いついちゃった。親父ギャグ思いついちゃった。これさ、ポーチじゃん。ポーチポーチポーチミンで、ポーチミンミンってさ、岡山弁とかで見ないってことじゃん。言う言う。そう、ポーチミンで、ポーチミンポーチお買い上げということで。ポーチお買い上げじゃない、ごめんなさい。ちなみにここの市場なんですけれども、1800年代からある歴史ある市場として知られているんですけど、この建物は1914年フランス統治時代に建てられたもので、それを1950年に改修したものらしいです。で、現在の建物でもすでに100年以上の歴史を持ってるらしい。すごいね、本当にめちゃめちゃ歴史のある、めっちゃでかいホーチミンの台所、冷蔵庫と言われてる場所らしいです。ちょっと待って、みーさん、今こういうのにトラベルグッズで化粧水とかいろいろね、美容グッズを入れてるんだけど、めっちゃ汚くなったから新しく買おうかな。これ360円日本円 で、 日本円で。え、めっちゃお姉さん上手。ベトナムドンは6万ドンです。ベトナムドンは6万ドンなんだ。ベトナムドンは6万ドンらしい。かわいいな、これ。これ買っちゃおうかな。360円で。いろんな柄がありますよ。ねねねねの、260円200円。ダメ、ここは定価で売りますから。定価で売るの？そうなの？ここはぼったくりしてるから。ディスカウントダメ？ぼったくりじゃないの？お客さんに分かってもらうようにするから。本当に？ベトナムに住んでる日本人はみんなここで買ってたらいい。なんでそんな日本語上手なんですか？勉強したんですか？上手じゃないけど。上手ですよ、めっちゃめっちゃ上手。構成が綺麗とかさ、学校に通ってたんだから。あ、学校に通ってたんだ。日本学校？日本語学校。日本語学校に。ベトナムにある学校。ベトナムにあるんですね。はい、すごい、うん。日本に行ったことないんですか？ないないない。そうなんだ。カムーン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 。ありがとう。バイバイ。360円で買いました。それではですね、続きまして、やばいね、15分ぐらい歩いたからマジ汗だくだね。本当に1万円低くだからさ、タクシー乗ろうとか言ってたんだけど、タクシーで5分だったし、歩こうってなったから歩いちゃったらマジ暑すぎ。
た。それでは続きましてベトナム戦争博物館というところにやってきました。本当にねベトナムを語るにはベトナム戦争なしにしてはね語れないということで、こちらの豆知識もさっき歩きながらヒーヒー言いながら勉強してきたので、そちらの豆知識を披露しながらこちらのねベトナム戦争について皆さん真剣にベトナム戦争のことについて学んでほしいなと思います。まあ多分ねみんな知ってる方も多いと思うんですけれども、実際にね使っていた戦車とかが展示されているので、それを見ながらねベトナム戦争の悲惨さについて皆さん実感してほしいなって思います。それではレッツゴー。結構並んでんだよね。チケットは4万ドンだったので240円ぐらい。待って全然お金使えてない、やばい。それでは中に入りました。こんな感じで戦車とか使っていた飛行機などがね実際に展示されているので、ちょっと見ていきたいと思います。ありますよ。No, Japanese. Yes, こんにちは。ありがとう。ありがとう。ありますよってめっちゃ言われる。韓国人に見えるんだね、ベトナムでアミーのことが。よかった、現地の人って今回言われなくて。いつもベトナムに来ても、あ、ベトナム人みたいな感じで言われるからさ、今日はちょっと韓国人っぽかったらしい。で、このベトナム戦争なんですけれども、ベトナムの負の歴史と言われていて、まあ、その記録がね、示されているんですけど、なんと、ここの博物館、世界からなんと年間100万人の方が来館されるらしくて、ベトナム戦争の残酷さとか悲惨さを体験できる場所として世界各国からここの博物館に来る人が多いって感じですね。で、簡単に要約すると、まあ、ベトナム戦争は50年も続いた戦争だから細かいとこは割愛させていただくんですけれども、それでは本日の藤原のみーの豆知識真面目編。ベトナムは昔思想の違いから北側と南側に分かれてたんですね。北側はハノイが首都で、ソビエト今のロシアとか、あとは中国が支援してたんですね、その北側を。で、南側はサイゴンっていうところが首都で、で南側を支援していたのがアメリカなんですね。アメリカが南側を支援していて、で北側のベトナムが、まあ、ソ連とか中国がすごい支援するから、でこのままだったら北ベトナムに南ベトナムが吸収されてしまうってい う、 もう北ベトナムが力をつけすぎてね、そうすると共産主義が生まれてしまうから、でそれに危機感を感じていたアメリカがトンキンウマン事件をきっかけに北ベトナムに戦争を仕掛けたんですね。ここまで皆さん理解できましたか？すごいね、飛行機がそのまま残ってるんだって。みーこんなに間近で見たの初めてかもしれない。あ、みーこの前見た映画とかで戦争で使われていた飛行機に乗って恋人とお別れして、それでは戦争行ってくるなみたいなシーンがあって爆泣きしたのを覚えてる。これが小型ジェットで、これがちょっとだけ大きい飛行機なのかな。まあ、それでアメリカがね北ベトナムに戦争を仕掛けたんですけれども、アメリカは強いからすぐに戦争が終わると思ってたんですね。なんだけどベトナムの兵士さんはたくさんある密林、もう本当にベトナムってジャングルが多くて、それをうまく使ってアメリカからの攻撃を避けてたの。それでこういうジャングルとか密林を使ってうまく戦ってたんだけど、まあアメリカは密林が邪魔だってなるじゃん。でその密林対策として飛行機から上から枯葉剤をぶちまけたのね。そしたらさ、密林もなくなって逃げ場もなくなっちゃうし、食料とかもなくなっちゃうから、まあそれでアメリカはベトナムに勝とうとしたんだけど、枯葉剤っていうのは植物とかに影響を与えるだけじゃなくて人間の体にもすごい害を与えてたんですね。で人間に害を及ぼす中で一番害が及んでしまうのは妊婦さん。その枯葉剤をかぶってしまうとお腹にいる赤ちゃんが奇形して生まれてきちゃうことが多いらしくて、脳みそが頭から飛び出して生まれてきちゃったりとか、目ん玉が一つで生まれてきちゃったりとか、体がくっついて双子がね生まれてきちゃったりとか、そういう奇形した赤ちゃんが生まれてしまうことが多かったらしくて、そういうね人間への影響も及ぼしたっていう枯葉剤を撒いてアメリカは戦っていました。でこの様子がね世界中に広まると、アメリカはさ嫌じゃん、そんなアメリカのイメージが世界中に知り渡ったら。それでアメリカの国内から不満が湧き出て、でそうやってアメリカがやっとベトナムから出ることになって、やっとそれでベトナムは南北を統一して一つのベトナムという国になったっていう感じですね。皆さん分かりましたか？それではちょっと鐘を鳴らしてみたいと思います。何とも言えない切ない鐘の音なんですけど、ちょっと聞いてください。なんかここにママ見て、冬って書いてある。書いてある ね。中はこんな感じで、当時の悲惨な写真があったりとか、あそこには日本語がある、ベトナムに平和を、市民連合って書いてある。結構一つ一つ見たらね悲惨さがすごく伝わるような写真がたくさんあるって感じですね。皆さん、そのベトナム戦争で生まれた子供で、ベト君とドク君っていう体がね双子だったんですけれども、くっついて生まれてきてしまった双子がいらっしゃって、まあここをね切り離す手術をするかしないかみたいなところまで私はしてるんですけれども、皆さんベト君とドク君知ってますか？そういう枯葉剤とかをお母さんが被ってしまって危険した子供が生まれたっていうので、その子たちはね結構有名で知られてるので、皆さんも知ってる方も多いと思います。でちょっと今3階に登ってきて、3階の展示物とか写真を見てきたんですけれども、ちょっと写すことはできません、ごめんなさい皆さん。だからミーの口から説明させて、さっきあのベト君とドク君みたいに国家剤を浴びてしまったお父さんとお母さんから生まれた、そういう体がつながってね
帰省して生まれてきちゃった赤ちゃんたちの写真が展示されていて、でベト君とドッグ君がくっついて成長していく姿とかも写真で展示されていて、でベト君とドッグ君が有名だけど他にもたくさんの子供がね帰省した状態で生まれてきていて、その写真もあったんだけど、下半身は一つだけど上半身は別々で生まれてきちゃった赤ちゃんとか、あとは手足がなくて生まれてきちゃった赤ちゃんとか、そういう写真が展示してあってね、すごくなんか涙が出そうになって、本当にみーも募金できるようなことがあったらちょっと募金したいなとか思ってるんだけど、募金するところあるのかな。ママどうだった？募金はね、ママも泣いてました。で元気に生まれてきた赤ちゃん、それでもその子たちが大きくなるにつれて貧しいから、そこら辺の沼にあるナマズとかを食べていたら、そこの沼も国家財で汚染されていたんだけど、それを知らずにそのナマズとかを食べてたから、国家財の中で生きたナマズを食べちゃって、でそこから生まれた子供がまた危険になってしまうっていう、その連鎖がね今でも止まらないらしいです。すごく衝撃的で残酷だったんですけれども、皆さんベトナム戦争の悲惨さ伝わったでしょうか。それでは次のところレッツゴー。次はまた250円で次の場所に向かいます。ママ250円計算機に入れといてください。お願いします。わかりました。はい、お願いします。それでは続いてはサイゴン中央郵便局にやってきました。ちょっと待って、ママやばいんだけど、あのさ今何万ドン使ってるか発表してもらっていいですか。そのママが計算してくれてるんだけど、全然お金使えてなくない？みーたち今日、はい、どうぞ。現在は291,880ドン。ちょっと待って、日本円でしたら1700円しか使ってないよ。だってやばくない？やばい、やばいよね。1万円企画だよ今日。まだ2000円にもなってないの。でもこんなにお金使わなくてもこんな楽しめるね。それではこの郵便局見てください。この郵便局の目の前の通りをメインストリートのボンコイ通りっていうんですけれども、こちらはフランス統治時代の建物だから洋西風です。あ、間違えた、西洋風です。やばい、洋西風じゃないわ、洋西は私、西洋風です。で1800年代のフランス統治時代に敷かれた由緒正しき郵便局なので、エッフェル塔で有名なエッフェル氏によってデザインされたらしい。だからこんなに素敵なんだね。マジ素敵。それではちょっと中に入ってみたいと思います。確かにここベトナムだと思えない。中はこんな感じです。待って、めちゃめちゃ素敵なんだけど、ヨーロッパに来たみたい。ちなみに今の東京時間は6時半ですね。ベトナムは今4時半です。ちょっと待って、ここでさ、なんかお手紙が出してるらしいんだけど、お手紙出せないかな。すごい、ママなんかこんな子入れるのかな。それではちょっと私どこでもドアで東京に戻ってくるから、バイバイ。行ってらっしゃい。じゃあ、あのベトナム一人旅楽しんで。特に何もなかった。待って、本当にさ手紙出せるじゃん。ちょっと届くの1ヶ月後らしいんだけどさ、書いてみようかな。ね、あそこでね出せるんだって日本まで。すごくない？それでは5000ドンでポストカードを買います。30円なんだけど全然お金使えない。あ、お釣りお釣り、 ありがとう。あ、ソリソリ。それではですね、今から手紙を書いていきたいと思います。誰に手紙を書くのかってね、1ヶ月後にあの実家にこちらを送りたいと思うんですけれども、ママに手紙書いてもいいんだけど、まあママそこにいるし、1ヶ月後に自分にでもお手紙書こうかな。1ヶ月後の自分ってやばくない？20年後の自分にお手紙とかはさ、小学校の時書いたけどさ、1ヶ月後の自分には書いたことがない。ちょっと一旦書いてみよう。てかこれってさ、日本語で住所書いてもさ届くのかな。どうなんだろうね。1ヶ月後に届くらしい。よし、藤原のみー様へって書こうかな。ちょっと字が汚くてさ、みんなに見せることができないんですけれども、これ読もうか、読んだ方がいい。じゃあちょっとここ右側に空白が空いたのでサインを書きます。書きました。ちょっと読んでみるね。藤原のみー様へ、本日は4月12日でベトナムにいます。1ヶ月後の自分に手紙を書くなんて人生で最初で最後かもしれません。私は YouTube を始めて早2、3年が経ちました。始めてから日に日に1ヶ月が過ぎるのがあっという間に感じます。だから1ヶ月後にこれを読んで、ついこの間ベトナムにママといたのにって驚くでしょう。来月の5月中旬は人生で初めてのオリジナルビールがみんなの元へ届いて完売しているのかな、どうかな。1ヶ月後も挑戦を忘れず、1日1日を大切に、長女様に感謝を忘れず過ごしてください、自分より。おー、久しぶりになんかペンを持ったから、本当に字が汚すぎたので見せることができないんですけれども、こんな感じで手紙を書いたので、今からここに加山の実家の住所を書いて送りたいと思います。1ヶ月後の自分読んでね。ちょっとママに受け取ってもらわなきゃ。ちなみにママはこういうポストカードが大好きすぎて、一人でめちゃめちゃ真剣
にポストカードを買いに行きました。それでは住所確保。ここ見せれないわ。オーバーデアーチジャパン、トゥージャパン。これを貼るらしい。どこに貼ればいい。ここ、ここ、まあ、どこでもいいんだ。貼ってくれるって。届くかな、ちゃんと日本に。海外から郵便物を届けるの初めてかも。 Thank you。 それではミーのお手紙いってらっしゃい。それではですね、手紙も出したし、ママは大好きなポストカードいっぱい見れましたか？うん、見れた。めっちゃ可愛いのあったわ。じゃあ次どこ行こう。ママちょっと喉乾いたから行きたいとこある。何、どこ、いい、何何何、いい、何、美味しいジュース、うんうん、美味しいジュース、うんうんついてて大丈夫、うん、大丈夫。きっとみーちゃんも好きよ。本当に、うん、じゃあちょっと喉が、私ちょっと疲れたから一旦休憩しよう。行こう行こう。ジュースある？あると思うよ。スムージーとかミーコーラとかビールが飲みたい今、うん、あると思うよ。ある。レッツゴー。歩いて何分ぐらい？13分ぐらい。13分。あ、夕方になってきたらさ、暑くなくて気持ちいいね。気持ちいいよね。5時過ぎたらいい感じ、ね、いい感じ。散歩日和だからお散歩します。周りめっちゃ素敵じゃない？見て、ね、めっちゃ綺麗。超素敵なんだけど、目の前の建物もすごいな。めちゃめちゃ混んできた。みんなお仕事が終わってお家に帰るのかな。送り迎えをお父さんお母さんにしてもらってる子供がたくさんいる。ちなみにママあと何分？もみ、喉乾きすぎて干からびそうなんだけど。大丈夫、あと6分だから。あと6分あるかな。あ、喉乾いた。ビール飲みたい、ビール飲みたい。ベトナムコーヒー飲む？ベトナムコーヒーコーヒー屋さんで出てんの今。いやだ、コーヒー飲めない。別の場所行こう、別の場所。ねえねえねえ、お願い。やだやだ。いいじゃん、ちょっと一軒だけ行こうよ。一軒だけ行こう。ママに付き合ってほしいの。そう、コーヒー屋さん。ママに付き合って、ママに付き合って。行こう行こう。それではママ着いたんですか？はい、到着です。こちらカフェビル&カフェアパートメントです。え、これ全部カフェ？すごい、これ全部カフェなのよ。え、すごい。ちょっとテンション下がってたんだけど、テンション上がってきた。でしょ。急げ、ママ。どのカフェに行くか迷うね。まあ、なんとエレベーターに乗るのにお金がいるということで、仕方なく階段、階段で行こうかな。悪いわよ。バレに行こうみたいなね。それではちょっとここの可愛いカフェに入りたいと思います。ミーがベトナムでカフェに入る日が来るなんて。これが可愛い。可愛い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 。それではですね。借りてきてあげたの。ありがとうママ。本当に喉が渇きすぎて冷たいものが食べたかったから、じゃじゃーん。まずはちょっとコーヒー屋さんなんですけれども、アイスストロベリーかき氷です。美味しそう。なんかさ、タピオカみたいなのも入ってるんだけど、すごくない？かわいい。そして私はコーヒーが飲めへんので、誰誰誰、アイスブラックティーにしました。そしてママは？ママね、カフェオレにしたの。カフェオレが飲みたいの。飲んでみた。私初めて飲んだベトナムのコーヒー。ベトナムコーヒーもずっと飲みたいって言ってたもんね。ちょっと乾杯しよう。乾杯しよう。ちょっとミーたちがさ、ビール以外お酒以外をさ乾杯するの珍しいかもしれないから、ね、ちゃんとみんな見納めしといてね。そう、またこういうカフェ系は珍しいよね。せーの、乾杯。乾杯。うん、待って、アイスブラックティーってさ甘くないじゃん普通。甘っ。あたちも甘いよね。甘いよね。あたちもなんか基本的に甘いのかな。あたちもとても甘い、うん、ちょっとママコーヒー飲めないけど甘いのなら飲めるかもしれない、うん、ちょっと飲んでごらん。でも美味しいわ。この甘さも美味しい、うん、ね、カフェラテだね本当に。あ、飲めるかも、うん、このコーヒーなら、うんうん、カフェラテ。なんかこれ甘いの入れなかったら結構ベトナムコーヒーって苦いっていうのが売りらしいんだけど、うんうん、やっぱ甘いのしか買ったの、うん、結構入ってるね、うん、甘いの結構入ってるけど美味しい。見て、ミーがさ映えた食べ物食べるなんて珍しいから、みんな見といてね。うまっ。うん。貸して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 。あ、やめて、もうやめて。ママから奪った。やめて。てかさ、ママ聞いて、うん、最近さホットなさミーのニュースがあるんだけどさ。え、暑いの？暑い。あ、マジマジ。ちょっと待って、ねえねえ、ママ似合わなすぎるこの帽子。めっちゃジュアルんだけど。写真撮って。写真撮ってあげる。乃木坂46で知ってる？知ってるよ。かわいいあのアイドルよ。知ってるよ。乃木坂46の神奈川さやさんって方が。知ってるよ、ママ知ってるよ。知ってる、あのキツネダンスのさ、うん、なんかやってた、うん、めっちゃ可愛い方がさ、うん、ミーの YouTube 見てくださってたらしくて、ラジオでね、ミーの挨拶も紹介してくれてたのって。もしかしてあれ、あいまいみーまいみーでーす
スって言って家中でみんなが見てくれてるらしくて、いろんな端末からミーの声があふれ返ってたって。え、嬉しくない？なんで知ってるの？なんか視聴者さんが教えてくれて、乃木坂46の神奈川さんがミーちゃんのチャンネルラジオで紹介しててめっちゃハマってるって言ってたよって。聞きたい。ラジオ聞いてみて、視聴者さんが教えてくれたから後で見せてあげる。ラジコで聞けるかな。うん、嬉しいよね、本当に。すごいじゃん、さすが。めっちゃ可愛いし、さすが。さすが、さすが私の娘。10万人13万人です今。あ、13万人。これからも頑張ろうね。うん、頑張ってね。今日はちょっと、ママお邪魔させてもらっちゃって。確かに。それ食べたいな。食べたい、はい、あげる。美味しくない、これ。うん、ちなみにこのかき氷とアイスティーで19万5千万だったから1200円ぐらいかな。結構高いね。ね、うん、おしゃれ地域なのかしら、ね、ちょっとおしゃれだよね。周りの人も結構おしゃれだみんな。しっかり夜になってしまいました。めっちゃ盛り上がってる、楽しい。夜のさ、ライトアップされたこのカフェもめっちゃ可愛くない？カフェでちょっと長居しちゃってママとベラ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 喋ってたら日が暮れてしまいました。すごい盛り上がってるんだけど、何これ。なんか街中がクラブみたいになってるんだけど、すごい。お酒飲みたくなってくるね。青信号なのに全然渡れない。ママ渡るよ。渡ろう。青だから。旅を楽しみすぎてさ、一万円企画のことちょっと一瞬だけ忘れてたんだけどさ、今いくら使った？今ね、ドンだと52万ドン。52万ドン、うん、いくら？3100円ぐらい。3100円しか使ってないんだ今日一日で。え、嘘でしょ。じゃああとさ7000円も使わないといけないの？もう爆飲みするしかなくない、これは。そうだよね。ちょっととりあえず行きたい市場があるので市場に向かいたいと思います。そっから爆飲みしよう。ママチーチーチー。皆さん聞いてください。はい、私たち今20分から25分歩きましたよね。頑張って、はい、うんうん、どうしても買いたいものがあってやってきたんですけれども、うんうん、なんとこの市場閉まってました。斬新マーケット行きたかったのに、なんかサイトには9時までやってるって書いて、現在の時刻まだ7時だから絶対空いてると思ったんだけど、なんと閉まってた。最悪、20分も歩いたのにね。ママ欲しいものあったのにね。そう、欲しいものあったのに。ここでさ、グラブのジャケットは変えて、グラブタクシーとかあるの、そのジャケットは変えて、旅行系 YouTuber の先輩のスーさん、スーチャンネルさん、スーさん見てますか？スーさんがグラブタクシーの上着買ってたからそれ変えたかったのに。あれ憧れだったよね。あれ憧れだったの、本当に。悲しいので今からバグ飲みします。ここでちょっとそのグラブの服を買って1万円企画を進めようとしてたんですけれども、チャレンジ失敗ということで、今からもうママ懺悔ビール飲み行こう。それでは飲もう。今日は対戦よろしく。はい、お願いします。バグ飲みの対戦よろしく。ちゃんと7000円分飲まないといけないからよろしく。ベトナムで7000円分飲むって結構やばいんですけど、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行こう。なんかこの方がグラブタクシーの方らしくて、この方に送ってもらいます。はい。それではなぜかミーだけ助手席に座れみたいに言われたので、助手席に座って送ってもらいたいと思います。ノーシートベルト。あ、ノーシートベルト。なんかシートベルトするなって言われたんだけど、どういうこと？さしてさして。お腹すいたらビール飲みたいね、ママ。ね、夜のベトナムはキラキラしててテンション上がるね。あれからさ、グラブのおじさんさ、絶対さアプリのグラブ使ったら手数料グラブに取られるから、ちょっとそのままお願いとか言ってさ、現金で手渡しさせられたよね。ちゃんとグラブの値段で交渉できたので大丈夫でした。お兄ちゃんニヤ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 しながらさ、お金取っちゃってめっちゃ面白かったんだけど、10分ぐらい乗って300円ぐらいだったよね。またママが計算してくれて、それではですね、あと日本円で6000円分ぐらいあるので、私たちは合流しないといけないんですね。今日は観光とか楽しんだとか、だからこちらのストリートフードマーケットにやってきました。見てください、めっちゃすごくない？めっちゃいいよね。いい感じ。ママこういうところ大好き。大好きよ、ママ夜市大好き。ベトナムの B 級グルメといったら屋台だと思うんですけれども、ここ私がいるホーチミンは規制が結構厳しくて、屋台をね路上でやっちゃいけないみたいな感じの規制があるので、それの期待に応えたのがこちらとなっているので、本当にもうベトナムの B 級グルメがここなら食べられるっていうホーチミンだからね。ということで行ってみよう。スパイシー、ノースパイシー。
よかった、唐辛子いるって言われていらないって答えれてよかった。はい、ね、ちょっとママ今日さ1万円企画で世界一物価の安いところで豪遊できるセットだからさ、うん、豪遊といえば魚一匹丸々買っちゃう。買っちゃう、憧れよね、憧れよね、憧れよね、え、買っちゃうこれ。そうするね、ちょっとこっちスパイシーだからこっちの方がいいかな。そうだね、辛くないようにしよう。1800円ぐらいかな。わぁ、豪遊じゃない、さすがにベトナムで1800円のご飯だよ。だって一皿さ200円とかで食べれるのにさ1800円で買っちゃう、豪遊しちゃう。はい、ということでですね、皆さんちょっとミーたちさ調子乗っちゃったよね。調子乗っちゃったよね、調子乗っちゃったよって感じなんですけど、もう本当に今日はあの爆食いしたくてこちらを頼んでしまいました。じゃじゃーん、最後ミーカーミー。ママ、意気込みないところか。大丈夫、私初めてよこれ。初めて、めっちゃ楽しみ。みんなでなんか分けたくなるね。お次いたしますね。ベトナムでビールタワーなんて豪遊すぎない？これさ、さすがに1万円あったら豪遊できるんですよね。だってさ、夜までに使ったお金4000円も使ってなかったってことでしょ。最高じゃん。それではお母様、はるばる日本からベトナムにね急遽来てくれたということで、まあ、私は本当にびっくりしてこの企画一人でするところだったんですけれども、まあ、最初はびっくりして何してんだこの親と思ったけど、まあ、楽しいからオッケー。それではお母さん、ベトナムに乾杯。ベトナムの夜に、ベトナムの夜に乾杯。あー、それでは皆さん見てください。じゃじゃーん、一品目です。なんかガパオライス的なベトナム料理をいただきます。こちらはなんと400円です。こんなにボリューミーで400円だって、美味しそうすぎる。いただきます。卵が乗ってんのが美味しそうだよね。目の前で作ってくれたんだ。ベトナム料理はね結構野菜が入ってるからいっぱいね、だからいっぱい野菜が取れるから健康的。それではお母様、ちょっと発表してください。あのこんなに豪遊してしまって、この後もう一品来るんですけれども、夜ご飯も込みで今で全てでいくらですか？今は、1160、あ、桁間違えた。1106900、また桁間違えた。難しいよね、ドンってさ位が多いからね。ちょっと待って、お母様混乱中です。じゃあママが計算してる間に乾杯。1169000ドンです。待って、それピンとこないんだけど、いくらでしょ。待って待って、これはね7000円ぐらい。7000円、じゃああと3000円も購入できんの？やばくない？ちょっと夜のも作り出しちゃう。まだまだこれから、まだいけるよね、2時間いけるよね。最高なんだけど。改めて今日計算お疲れ、まあ、まだまだ続くけど、まだまだよ、酔っ払っても計算だけはよろしくね。1万円企画だから。乾杯。あ、魚来た、魚。やばいんだけど。すごいすごい、もう見せてあげて。すごい、ありがとう。見るの、ね、すごい、じゃじゃーん。皆さん見てください、こちら1800円ぐらいだったよね。やばいんだけど、みんな見て、美味しそう。みんな見てるね、美味しそうだよね。待って、でかっ、食べれるかな。ちょっとこのでかさ伝わるかな。じゃじゃーん、美味しそうすぎる。これは辛くないよって教えてくれたんだけど、本当に辛くないかな。それではいただきます。ママ一緒に食べようね。すごい、すごすぎるんだけど、本当に。おいしそうだねって言ってる。おー、マダーン、乾杯してもらおう、乾杯してもらおう。チアーズ、チアーズ、ナイスミーチュー、チアーズ。ジャパン、イエス、ジャパン、ドーター、マイマン、イエス、フィリップ、イエス、マイマン。お姉ちゃんに見えるって、まだ調子乗っちゃって。また言われちゃった。Last year I was in Japan. I just did a Tokyo.京都 and Osaka. 大阪、東京と京都の大阪に行ったんだって去年。Very good. Where are you from? He lives in China. China? China? China. 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 中国の方。I live in California. California? Oh, really? Yeah, yeah. California に住んでんだって。What kind of friend? We are working. Work. Working? Yeah. 仕事の仲間なんだって。You live California too? No. No? I live in China. China?住んでるんだ。へー。Travel in Vietnam? Yeah.
言われちゃった。なんかいつも言われるよね。いつも言われるよねじゃないわ。ちょっと魚いただこうよ。ね、魚食べよう。それではお魚いただきます。はい、どうぞ。ありがとう。魚きれいに食べたいね、全部。いただきます。めっちゃうまい。ビールがめっちゃ進む。乾杯。このお魚は今回1万円企画じゃなかったら買ってないから、さすが1万円企画最高。贅沢すぎる。じゃあママもいただきます。うん、めっちゃ柔らかくてホクホクで美味しい。うん、美味しくない？美味しいよな。わ、この人やってます。お気に入りのカバンに魚の汁をつけました。この人泣いてます。さすがミーのママだね。遺伝子だね、いろんなものをつけて。ミーもさっきもうね、いろんなところに白いスカートにいろんなタレをつけちゃいました。おたけって言ってる。でもこの方さ、カルフォルニアに住んでたらさ、ベトナムの物価の安さに絶対びっくりするよね。全然物価違うもんね。どういう感じなんだろうね。すごい、ほじくったらほじくるだけ身が出てくるね、これ。いや、本当に美味しい。すごいんだけど、何これ、なんか緑なんだけど、うん、美味しそう。ここもこの魚、メコン川で育ったのかな。どうだろう、どうなんだろうね。今言うことじゃないけどさ、さっきベトナム戦争の博物館行ってきたじゃん。そうだね。で、昔アメリカがさ、上からベトナムに飛行機からさ、枯渇剤をばらまいて、でその枯渇剤を、まあ、浴びてしまったニックさんは、その生まれた子供がさ、帰京して生まれてきちゃったって言ったんだけど、そういうメコン川とか沼とかに枯渇剤が浸透しちゃって汚染されちゃって、魚にも汚染されて、でそれを食べる人間にも汚染されちゃってみたいなことをさ習ったからさ、ちょっと魚食べるの怖くなっちゃったけど、美味しいよね。それはね、日本でもあるよね。でもなんかここら辺川の味がする。何杯分飲めるんだろう、これ最高なんだけど。2人で飲みきれるかな。でもみー、1人で飲みきろうとしたことあるから大丈夫だよ。これどっかで見たよね。乾杯。結構海外で頼んじゃってる、めっちゃ調子乗った時。待って、これさ3リットル入ってるんだって、タワーに。やばくない？ 3 リットルのビール飲むってことはみーだって 1.5 リットル 1.5 リットルってことね。すごい。じゃあちょっとママひっくり返しの術やろ。いい？いいよ、ひっくり返してください。片面きれいに食べちゃったからね。裏面食べよう、きれいに。いくよー、せーの。せーの。ちょっと手伝ってほしい。せーの。よいしょー。おー、裏も美味しそう。こっちも食べよう。ね、うわ待って、身がいっぱいある。ほら、まだまだある。お母様3杯目です。ありがとう。やばいね、ビール止まんないね。マミー結構お腹いっぱいになってきたね。だんだんお腹いっぱいになってきた。でも美味しすぎてさ、もう見て、結構ミーダス綺麗にさ食べ散らかしちゃったんだけど。だいぶもうお骨しかなくなってきたよね。ね、炭水化物にお肉にお魚最高で、ここにね、包装がいっぱいあったから美味しかったね。本当に美味しかった。どこのお店で買ったのってね、教えてあげたんだよね。乾杯。それではですね、皆さん私たち完食してしまいました。ママ美味しかったね。美味しかった。美味しすぎたし、酔っ払ったし最高なんだけど。ね、美味しかったね。ラスト乾杯しよう。乾杯。え、次行く？次行く？次行く。どうする？次行く。だってまだ3000円残ってるもんね。次行く。次行こう。じゃあ次行こう。乾杯。今日は豪遊。バイ、ハバグッド。ありがとう。お、ありがとう。おやすみなさい。ありがとう。やばい、ママラストだ。語ってたら飲み干しちゃったね。やばい。食べたね。乾杯。じゃあ2軒目いっちゃう。市内屈指のナイトスポットです。また
ここはバンコクのカオサンロードよりは規模は小さいけど、カオサンロードよりも熱気は変わってるかもしれません。それではちょっとここでママと二次会をたしなんでいきたいと思います。ちょっと待って、やばくない？ママテンション上がるくない？めっちゃきらびやかなんだけど、ね、これベトナムの歌舞伎町だよ。ここ渡るの気をつけてね。はい、行け。待ってたらね、一向に渡れないから。すごいんだけど。ちょっとお店探そう。ママ、すごい、すごいね。待って、すごいセクシーなお姉さんが踊ってるお店がたくさんある。セクシーなお姉さん多くない？多いよね。ほら、あそこにも、あそこにもセクシーなお姉さんが踊ってる。見たい見たい。すごい、みんな見て、めっちゃセクシーなお姉さんがあそこで踊ってるよ。はい、すごいパリピすぎるね。それでは娘と母親の親子で入るには少しというかだいぶ過激なお店に吸い込まれてしまいました。ママは結構ノリノリで女の子かわいいとか言ってテンションマックスで面白すぎんだけど、親子で何してんだって感じだけど爆飲みしていきます。結構というか相当過激な動きのお姉さんやお兄さんがいるので、みんなも心してみてください。小さなお子さんとか家族で見ていられる方はね、ちょっと5分ぐらい飛ばした方がいいかなって感じなぐらい過激なので、ちょっと最初に注意喚起しておきますね。で、ここの通りはベトナムの歌舞伎町って言ったんですけれども、ここの通りは結構過激なお店が多いらしくて、このお店でもまだ全然序の口らしい。このレベルで過激さが序の口って他にどんなお店があるんだよって感じなんですけど、間違いなくベトナムに来てここに来たら楽しめそうですよね。ちなみにあと415,040ドン残っているので、日本円だと約2500円ぐらい残ってるから、ここの通りで合流します。ママがパリピになったみたい、こんなところに来ちゃってとか言ってて、いちいちママのコメントが面白すぎて大爆笑。親子でこんな刺激的なところに来るなんて珍しいと思うから惜しみなく楽しみます。それにしても音楽が大きすぎてママの声が全く聞こえないから、すべてジェスチャーで会話しています。っていうかステージ上で踊ってるお姉さんたち体がしなやかだし、めちゃめちゃダンスうまいね。みーダンス引退してからもう 3,4 年経つから、もうあんなに動けないかもしれないなとか思うと、久しぶりに体を動かしてダンスしたいなって思った。でもさすがにあんなセクシーなダンスはできないかも。それにしてもお姉さんたちすごい綺麗なお尻じゃない？みーも美尻目指してトレーニングでもしようかな。ベトナムで1万円あるとこんなにエチエチお姉さんを見ながら飲めちゃったり、ベトナムで1万円あると合流できる説ってこれ完全に成立じゃない？みんなもこの動画見てベトナムに来たくなったでしょう。それにしてもそれにしてもそれにしても、さっきからお姉さんたちのダンスがさすがにセクシーすぎるね。このお姉さんたちは10分おきに3組ぐらいの方々がルーティーンというかローテーションをしてダンスを披露してくれているので、結構男性のお客さんだけで来た方々がいらっしゃると、エチエチお姉さんのステージの近くの席に通されることが多いので、男性にはたまんないお店ですねこれは。でもみーたち女性客にもたくさんサービスしてくれるからめちゃめちゃ楽しめた。いやー、でもさすがにみんなにも刺激が強すぎたかな。 YouTube 制限がつきそうなぐらい刺激が強すぎたんだけど。それではお酒を飲んだので外に出ます。それではですね、皆さんあと205,040ドン残ってるんですね。これ大体日本円にすると1200円くらいなんですけど、あと 1,2 杯飲めるということでもう一軒行っちゃう。どうしよう、酔っ払っちゃってるんだけど、楽しすぎる。それではちょっと酔っ払ってるんですけど次に行きます。ちょっとマジで今まで海外で行ってきた飲み屋街の中で結構ね上位に入るぐらい刺激的です。すごいんだけど、本当に盛り上がりすぎてる。
さ、まあ、思ったんだけどさ、今日豪遊旅ってことでしょ、ベトナムで。っていうことはなんかさ、いつも酔っ払ってさ、お部屋帰ってみたいな感じのルーティンしかないからさ、豪遊ってことはあの1200円分残ってるってことでしょ。マッサージできるくない？マッサージできちゃうってことでしょ、今日豪遊旅だから。マッサージ行っちゃう、ちょっと行っちゃいな、行っちゃいなだよね、ユウ行っちゃいな、ユウ行っちゃいなだよね、これ。マッサージ行こう、ちょっと飲み終わりのマッサージなんて動画的に初めてだしさ、人生でも初めてなんだけど、じゃあいくらか聞いてみます。 How much? Which menu? Body massage? Body massage? Yes. 350? Yes. Only 30 minutes? Yes, 30 minutes. 200? Yes. Hello. Hello. 200? Yes. 待って、ちょうどなんだけど1200円だって。すごい、30分で。オッケーオッケー、200、オッケーオッケー、すごい、ちょうど使い切った、ちょうど使い切ったの、すごくない？ Thank you ジャパン、大阪、 I live in Tokyo、 Yes、 Really? Yeah, Let's enjoy Japan。 オーナーの方かよくわかんないけど、来月日本に行くんだって。すごい、なんか奥に案内された。待って、ちょうど1200円だって、30分のマッサージ。もう豪遊にふさわしいね。豪遊にふさわしいよね。飲み終わりのさ、マッサージだよ。もうちょっと静かに歩きましょうってママに言われちゃった。なんかさ、暗くない？無駄に無駄に暗いけど、これに着替えます。ちょっと見ないで。ママ映してます。ありがとうママ。それでは30分間のオイルマッサージ楽しみます。どうぞ。昨日もさ、編集頑張ってたの、飲み終わった後も。偉くない？本当に偉いよね。もしかしてママの電話の後？そう、ママの電話の後、実はさ、編集してたの。だからもう編集の肩こりがヤバすぎて、ちょっと一旦酔っ払ってるけど、癒されたいから、ちょっとみんな癒されます。痛い！お願いします。お願いします。いや、痛い！やばい、足の裏痛すぎる。やばい、これ気持ちいい。そんなに？やばい、めっちゃ張ってるのがわかる。痛い、なんかむくみすぎてるのがわかる。あ、すごい、体重かけました。やばい、めっちゃ痛い。おお、これこそ合流だわママね。え、気持ちいい、締めにぴったり。おお、あ、いいね、お尻。気持ちいい。あ、なんか位置ずらされたあー気持ちいい。あー、腰のあたり気持ちよさそう。編集は肩がやられるからさ、うん、肩こりがやばいの。肩、背中、腰、お尻、まあ全身だね。全部凝ってる。あー気持ちいい。あー、いい。むくみも取れるかな。取れるかな。取れるといいな。ちょっとアングル変えてみようかな。押されすぎてさ、さっきのお酒が出そうなんだけど、どうしようママ。多分出ないから大丈夫。あー、笑ってるわお兄さん。あー気持ちいい。あー肩効くわこれ。よかったじゃん。久しぶりだよミーの動画ね。旅先でこんなマッサージできるの、いつもドタバタすぎてできないからさ、うん。ここはモザイクだわさすがにみんな。あー気持ちいい。やばい、オイルマッサージやばいわこれ。これはよかったじゃん。肩こりがリンパが流れてる感じがする。あーよかったよかった。でも本当気持ちよさそうなんだけど。おー、むくみも取れそう。モザイクなしで使えそうなやつ。あー気持ちよすぎる本当に。旅以外はさ、基本的にパソコン触ってるからさ、ずっと行きたかったんだよねマッサージ。よかったー。あー気持ちいい。やばいこれ、やばい。いやーよかったわ。痛い？ほんと君詰まってるんだね。気持ちよさそう。爆睡してます。痛い中爆睡してる。ちょっとマママジ気持ちよかった。よかったじゃん。マジ気持ちよかった、ありがとう本当に。ああ、ここか。それでは最後の20万ドンも払います。 Thank you Thank you。やばい、あと90円分だけ残ってるんでしょ最後。なんか1万5千ドン、あと1万5千ドン。90円分ちょっとあのお水とか買って帰ろうホテルに。気持ちよかった、昇天した、ありがとうママ。よかったね、なんか顔がすっきりしたような気がする。顔がすっきりした、すっきりした。それではホテルに帰ります。やばい幸せ。ここのスパに行きました。結構力強くて痛かったけど、痛気持ちよかった、最高すぎる。待って今すぐ寝そうマジで本当に。それではホテルにレッツゴー。あ待って、ママ最後のさ90円ここで使う。How much? $50,000? I have only this money. I have only this money. No? 足りなかった。日本円の90円で買えるものは結構少ないみたい。
はい、ということでですね、お風呂上がりました。気持ちよかった。さっきまでちょっと酔っ払ってマッサージもして、あの昇天しちゃって本当に眠たかったんですけれども、さっぱりしたね。めっちゃさっぱりしたわね。ということで、あのママは早速パックしてるんですけれども、本日も私もパックをしていきたいと思います。あ、出ました。それ今度洗ってあげるわ。確かにこれさ、いつから洗ってないんだろう。このうさちゃんかわいそう。洗ったんだけどな。ね、一回洗ってくれたけど、ママが洗ってくれないと一生洗わないから洗ってお願いだから。それではパックタイムスタート。あー気持ちいい、最高すぎる。パック最高だね、ママ。おそろパック、おそろパック、一緒にパックかける B でしよう、ママ。セルフモザイク。ちなみに昨日コンビニで6種類のビールを買って、今5種類あるんですけれども、お母さん選び放題です。バーです、ここバー。バー、どれがいい？いっぱいあるよ、ほら。これでも初めて見た。ほらいっぱいあるでしょ、どれがいい？え、どうしようかな。え、ミーは？ミーは、飲んだことないこの333のも。あー、せーの。え、待って、できない。せーの。いい音。それではですね、本日も私の最高に至福な時間がやってまいりました。あ、本日は私たちだね。うん、そうよ。それでは本日も私たちの最高に至福な時間がやってまいりました。じゃあ一緒にせーの、パックかけるビールって言おう。え、ハモるの？うん、ハモりしよう、ハモり。じゃあママソプラノ？別にソプラノとかアルトとかないから大丈夫。だってハモるんでしょ。じゃあママソプラノね、にアルトでいくね。いくよ、せーの、パックかける。じゃあソプラノでしょ、ママ。ソプラノ上じゃん。違う、乾杯の時。あ、乾杯の時にハモるってこと。分かった分かった。せーの、パックかけるビール、乾杯。ちょっと違う、ハモれた。乾杯乾杯。あ、口の位置間違えた。パックしてるから口の位置間違えちゃった。待って、めっちゃこぼしてたけど、この人口の位置間違えた。口の位置間違えたらしい。どういうこと？え、このサンサンサンめっちゃ美味しいんだけど。最高。交換しよう、交換。このビール初めて飲むかも。読めないよね。あー、うんま、これ本当。うん、ていうかさ、明日さ、延泊するの。だって3日間いるんでしょ。あと1日あるよ。あるよね。うん、あと1日あと1日あと2日間だから、明日延泊するの、ここ。いや、まあ明日フロントで考えようかな。フロントで考えるの？まあ明日考えればいいんじゃない？じゃあ明日、みー、別にもう今回あのこの動画の1万円企画終わったら明日帰国しようと思ってたんだけど、明日たまりんたまと編集しといていい？そうね、うんうん、して。うん、まあでもね、ママもね、ちょっとしたいこともあるんだ。何？ちょっとね、まあ、ママもちょっとこれから羽ばたきたいし、したいことあるんだ明日。何？めっちゃいいよ、あの編集しててくれても。うーん、いいよ。ママね、ずっと考えてたのよ。ねえ、やだ、ママがなんかずっと考えてること。ずっと考えてたの。ずっと考えてること。ちょっとね、したいことあるんだ。うん、じゃあみーは編集しとけばいい？うんうん、いいよいいよ。勝手に行くのね。うんうんうん、らしいです。なんかまあ、じゃあ明日は動画撮らないのかな、みーはもう。うん、まあ、もう今日で終わったの？うん、もう今日で撮影終わり。お疲れ様でした。いやでも今日安心したわ。嘘、結構いろいろ調べてるね。撮影の裏側見たもんね。海外編初めてだから。うん、すごいね、結構調べてるね。そうよ、結構調べないと旅進めれないんだからね。うん、ママ感心した。ちょっとママに裏側見られて恥ずかしかった。感心した。感心した。結構調べてる。そうよ、感心してくれたの。ちょっと営業妨害かしら。あ、確かにちょっと営業妨害かも。インテリ系の藤原のみはちょっとバレちゃうから、ママ。すごいわ。嬉しい。すごい。まあ、そうだよね、裏側を今日一日中見てくれてたんだもんね。うんうんうん、じゃあ今日結構ハードだった？うん、ちょっとね、でもね、楽しかった。あ、よかったよかった。一日目はじゃあ楽しく過ごしたんだね。今日結構フルコースだよね。うん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 、そうだね。まあそんな感じで今日一日終わったということでですね、皆さん、まあ今からちょっとママと晩酌をしながら残りのビールを飲んで寝たいと思います。結構眠たい。旅もさ、もう1週間目、7日目、8日目とかだから、マジで結構疲れが溜まってきて、明日はゆっくりあの編集でもしながら、ママを待ちながらママと合流したりとか編集したりとかするってことかな。うんうん、まあご飯は一緒に食べようか。うん、そうだね。あ、てかママ、あの最後90円、日本円の90円だけ残ったんだよね。そう、1万5000ドンだけ残ったの。うん、だから今日1日合流した結果90円残りました。やばいよね、
ね、今日超豪遊したよ ね。フルコースで遊びまくって飲みまくって豪遊しまくってちょっとね、あのセクシーのお姉さんまで見れちゃったのに、しかもマッサージまでできたのに1万円で足りました。すごいよね本当に。最高ベトナム、ベトナム料理も美味しかったし、最高の旅の締めだわ本当に。じゃあ本日もありがとうございました。はい、明日もよろしくお願いします。乾杯。うん、じゃあちょっと寝るか。ボビーは眠たいよ、もう12時半だからさ。今日お隣、お隣で寝よう、仲良く寝ようね。絶対にここの陣地から入ってこないでねママ。それでは皆さん本日の動画はここまでです。世界一物価の安い国で1万円使ったら豪遊できる説成立です。それでは皆さん本日の動画はここまでです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあママ一緒にどんぶらここってよ、せーの、どんぶらここ、バイバイ。次の動画もお楽しみに。次の動画から新しい旅かなかもしれない。帰国します、バイバイ。まあ明日のママとのね動画はちょっとだけ軽く撮れたら撮ります。バイバーイ。